サウンド・オブ・ハートは、日本の競争馬、繁殖品馬。主な勝ち倉は、阪神品馬ステークス。2011年8月20日、新潟の新馬戦でデビューし、高一位相から抜け出して最後は、安城の松岡正飼が手綱を抑えつつ一着。続く、不要ステークスも、馬群の後ろでレースを進めつつ、最後は、里のギャラントを下して勝ち上がり、2連勝とする。 阪神ジュベナイルフィリーズに駒を進めるものの松岡の負傷に伴い竹豊かに乗り換わり一番人気に支持されて大外枠からレースを進め最後の直線では一瞬先頭に立った場面があったものの最後はジョアドビーブルに交わされアイムユアーズとの二着争いも花さ遅れて三着に終わった明け三歳初戦は早くも再化して勾配ステークスに出走断然の一番人気に 指示されて、スローペースからバグンを裁き勝利。この時点で、オープン特別を2勝とし、気持ちが少し入りやすいことを考慮して、トライアルレースを使わず、本番の大花賞へと直行することとなった。安状に再度松岡を末挑んだ大花賞では、高位置で折り合ったもののジェンティルドンナの4着、レース後の4月13日、レース中に発症したと見られる左前頭骨炎異端の、 骨折が判明して、クラシック戦線から、離脱、症状自体は軽いものであったものの先々のことを見据えて、手術を行った。手術、休養の後12月のターコイズステークスにて復帰し、道中は行きたがる場面もあったが、内から抜け出して、勝利、復帰戦を勝利で飾った。4歳児は、京都金牌から指導し、ダノンシャークの4着。続く、 落葉ステークスは好位抜け出しで勝利し、ビクトリアマイルに直行か、間に、阪神品バステークスを挟むかの二択となったが、後者となる。阪神品バステークスでは、大外からレースを進め、最後の直線で、クイーンズバーンをかわして先頭に立ち、追い込んできた一億の星を、首差を抑えて、優勝、重傷発制覇となった。自走ビクトリアマイルでは3番人気に、 指示されて、カチウマ、ビルシーナの背後に一度ったが、最後の直線で伸びず14着に終わり、ゴール直後に、池添健一が、歩み様に異常を感じげば。後日、左前や作権不全断月で、競争能力喪失と診断され、5月17日付で、競争場登録を抹消した。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチに基づく。 引退後は太平屋牧場で繁殖品馬となる。2015年3月27日にノベリストとの初語が生まれ、7月14日のセレクトセールにて野田水木が3000万円で落札した。2021年5月28日現在。ありがとうございます。